こんにちは、筋肉料理人です。今日は鶏ひき肉を使って、焼き鳥屋さんで人気の月見鶏つくね串を作ります。電子レンジを使って簡単に作りたいと思いますので、料理が苦手な方でも、お手軽に美味しく作れると思います。それでは早速作っていきます。材料です。鶏ひき肉、玉ねぎ、そして、生姜に片栗粉に鶏ガラスープの素で、マヨネーズと山椒ですね。これを使って作っていきます。玉ねぎはみじん切りにします。みじん切りにしたら耐熱ボウルに入れます。電子レンジ600ワットで2分加熱して、加熱後冷ましておきます。鶏ひき肉にマヨネーズを加えます。大さじ1ぐらい。そして、粘りが出るまで練っておきます。マヨネーズには、タンパク質の結合を柔らかくして、加熱しても肉が固くならないようにする、そういう働きがあります。もうここで鶏ガラスープの素も混ぜておきます。鶏ガラスープの素は、旨味と塩分を入れるために、入れています。電子レンジ加熱して冷ました玉ねぎです。これを加えます。そして片栗粉です。生姜です。生姜をすりおろして、加えます。これはもう少しだけです。山椒を振ります。そしてまた、練ります。しっかり練り合わせます。しっかり練り合わせたら種を5等分ぐらいに分けます。耐熱皿にラップをかぶせます。ラップをかぶせて、サラダ油を薄く塗ります。手にサラダ油を塗ります。鶏つくねのタレを、つくねの形に整えます。ちょっと細長い形ですね。細長い小判状というか形を整えて耐熱皿にのせます。こんなもんでしょうか。電子レンジ600ワットで5分加熱します。2分ほど加熱したところで、皿を回して再加熱します。こうすることで、加熱ムラを防ぎます。5分経ちました。5分加熱したら、余熱であと5分熱を入れたいので、取り出さずにこのまま電子レンジに入れたままにしておきます。余熱で5分熱を入れたら取り出します。粗熱が取れたら、竹串を打ちます。つくね1個に対して竹串2本使います。こんな感じですね。こんな感じで竹串を打つと、まあ、持ちやすいし、くるっとひっくり返らないんで食べやすくもあります。でこんな感じで串打ちができました。そしてこれに、たれ焼きのタレを絡めるんですが、その前に
これ電子レンジで蒸しただけなので焼き目がついてません。なのでコンロの直火で炙って軽く焼き目をつけてからタレを絡ませます。つくね串を直火で炙って焼き目をつけます。軽く焼き目をつけて、香ばしさを入れてやります。タレの材料です。醤油、みりん、日本酒、砂糖を使います。フライパンに調味料を入れます。醤油です。みりん、日本酒、砂糖を入れて火にかけます。まずは煮立ててアルコールを飛ばします。で、アルコールが飛んだら串を入れます。串を入れて、タレを煮詰めながら絡めます。そしてある程度タレが絡んだら、つくね串をさらに盛り付けておきます。一旦火を消します。フライパンに残ったタレを煮詰めます。軽くとろみがつくまで煮詰めます。こうやってフライパンの中でタレを回しながら煮詰めることで焦げを防ぎます。このくらいで OK です。タレが煮詰まると泡が大きくなります。煮詰めたタレをつくね串にかけます。そして卵黄を添えます。月見鶏つくね串の完成です。完成しました。それでは、試食してみたいと思います。これには私の好みで、一味唐辛子と山椒を振ってます。卵黄を潰してちょっとまぶしてガブリといただきたいと思います。電子レンジで火入れして、そしてその後に直火で炙ってちょっと焼き目をつけて、そしてそれからタレを絡めたこの、鶏つくねですね。結構ボリュームのある鶏つくねですけれども、ふっくらと柔らかいです。そして、タレがしっかり染みてですね、まあ普通に美味しいですね。まあ、こうやって卵黄をまぶして食べる、そうすると旨味が増してさらに美味しくいただけます。ビールがいける、お酒がいける鶏つくね串ですが、ご飯もいけます。電子レンジで簡単に作れますので、ぜひお試しください。美味しいですよ。